お腹が空いたらモンスター、こんにちは、ロシアン佐藤です。と今日はなんと YouTuber の大先輩たけあき翔さんに来ていただきました。はい、おたけあきです。よろしくお願いします。お願いします。すいません、僕生まれて初めて声からしたんですよ。多分初めて僕のことを見てくださる人はすごいハスキーボイスなやつが来たんだなと思われてると思うんですけど。そうです、いつももうちょっと清らかな声でありがとうございます。はい、たけあきさんのチャンネルをご覧の方も多いと思うんですけど、たけあきさんのチャンネルの企画の中で大食いの人と1日を同じ食事をするっていうシリーズがあって、ついにお声掛けをいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、たけあきさん、実は私が今日朝から夕方ちょい過ぎぐらいなんですけどまで同じものを食べてきて、ここに座っていらっしゃいます。めちゃくちゃ食ってます。家族5人分ぐらいの買い物の量を僕買いに来ましたからね、近くのスーパーまで。ありがとうございます。いや、こちらありがとうございます。朝から私がどんなものを食べたのかっていうのは、ちょっとたけあきさんのチャンネルをぜひ見ていただきたいなと思うんですけれども、はい、夜ご飯はこのいつものスタジオで一緒に食べていきたいなと思います。はい。それでは早速食べていきましょう。見てねー。お腹空いてます？このまま帰ってもいいぐらいですよ。はい、ということでできました。たけあきさんが唐揚げとエビが好きだというふうに伺ったので、エビチリと唐揚げの定食になっております。いや、ありがとうございます。はい、手料理振る舞ってもらって好きなものを作ってもらっててもキュンですよ、本当に。ありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しい。ありがとうございます。いえいえ、こちらこそ。手伝ってくれてるスタッフちゃん用のご飯がおサイズになっております。中華セット食べていきたいと思います、はい、よろしくお願いします。ではいただきます。どうぞお食べください。そのエビチリから。おいしい。わあ、よかった。完全に手作りですか？こっちはもうゼロからで、これはもう私が一番好きな唐揚げ粉使ってあげてるんですけど、これは幸せですよ。めちゃくちゃ美味しいです。いいんですか、ロシアン佐藤さんのファン、僕手料理いただいちゃって。あと、なんか勘違いしないといてほしいのは、えげつないぐらい食べるっていうので僕が一般なんですよ。そうですね、だから一般代表と して見てほしいなっていうのは。そうですね。あります。いや、本当に本当に。いい感じにできてる。うん、最悪、ここだけなら本気出せばいけそうな気がしたんですけど、ご飯がね、見たことないねんな、この量は。毎月ご飯一生ライブっていうのをやってて、はい、米一生食べきるまでライブし続けるっていう。生放送やってますよね。あ、そうです、そうです。いっぱいのご飯を体験してもらおうかなと思って、ちょっと今日はご飯多め。でもこれ一生はないです。6号ぐらい ?6 号か。6号ぐらいですね、これは。でも何ですか、なんかあるんですか、今までの企画で私がこれ出したんが一番多かって、ちょっとやったみたいな。タコライス20キロはやりすぎましたね。作りすぎちゃうんですよ、人が来るってなると。今日めっちゃ抑えました、だから。いや、もうこれでもえげつないですよ。本当に味がうまい。うん。味って、まあ悪く言えば落ちちゃうみたいなのあるじゃないですか、大量に作ったら。うん、そうですね。じゃなくて、量もあるし、味もめちゃくちゃ美味しい。うん、嬉しい。唐揚げ粉がめっちゃ優秀なんです、これ。でも好きなやつってことですもんね。そう、大好きな唐揚げ粉。ずっとこればっかり。完食できるかな。まあでもこの企画結構やってて、そうですよね、6段7段目ぐらいなんです。そうですよね、はい、ついにっていう感じで、もう存在はもうずっと前から知ってたんで、ありがとうございます。転生してました。怖いなと思って。一番最初はゆうかちゃんですか？いちごミルク5リットルとか。すごい、無理無理っていう。あんまり多すぎたら、さすがに不可能なんで、そうですね、スタッフと食べて、スタッフとその、同じ体重測ってっていうのをやってたんですけど、うんうんうん、そうですね。今日は完全に一人で来てます。あ、本当ですか？はい、まだいけてる。ま、そうですね、ギリ。この大食いの人とのシリーズで、はい、一番辛かったのは誰と食べたやつですか？それもいつも言ってるんですけど、しのけんさん。か、タニアンさん。タニアンのやつは、料理がめちゃめちゃ大変そうだなと思いました。めちゃめちゃ大変でしたよ。調達して、調理してってあたり、めっちゃ大変でしたね。そうですよね。で、しかも毎日上げてらっしゃるじゃないですか、動画。動画、そうですね、マジ動画投稿。うん、なんか毎日上げてる企画の中に、はい、この大食いをぶっ込んでくるのが、すごいなって思う。緻密なスケジュールのもと、ここやったらいけるなっていうので。いや、もうありがとうございます、ほんと。うん。美味しい。
でもロシアの佐藤さんの視聴者に僕のことを知ってくださってる人いるのかな。いや、めちゃめちゃ多いと思います。わーいって、てかめっちゃ映ってください。竹焼さんだよいろんな角度の竹焼さんが竹焼さん結構プロフェッショナルな方がすごい僕尊敬できるというか好きで、はいはいはい、で大食いの方とあのいろいろお話しさせてもらって思うのがすごくストイックで考え方とかもそうですね、みんなそうかも、競技というかアスリートというか、うんうんうん、なんかすごい撮ってて毎回刺激は受けますけどね。はい、嬉しい。そんな風に大食いの選手のことを言ってくれるのは違うジャンルではありますけど、やってることはでもなんかすごいなっていう。ただただすっごい長いじゃないですか YouTube の。はい、ずっとこう第一線なのすごいなと思います。いや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 、たまたま長く続いてるだけなんでそんなことはない。 YouTube 始めようと思ったきっかけとかってあるんですか。木下ゆうかちゃんが私よりも前に大食いで YouTube やってて、はい、楽しいよって言ってて YouTube、はい、ほんと最初趣味みたいな感じです。へー、ずっと YouTube クリエイターですか。12、そうですね、僕は初めから YouTuber だったんで。うん、すごい。振動ってなるときないですか。もうメンタル強いですよねいやでも強そう。はい、歌とかも歌われるじゃないですか。はい、テレビつけてたら組長、ああはい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 、のやつやってて、はい、すごいなって。アニソン歌ってる人の横に私座ってたいやいやいや、アニメめっちゃ好きだから。あ、そうなんですね。わーって感じがしました。そう、初めてアニソン歌わさせてもらって、うん、うん、すごいですよね、ほんと。結構頑張ってよくないですか。いや、ずっと箸止まんないなと思って。あの、休んだら終わりかなと思って。お供みたいのもあるんで。僕、それずっと目に入ってて、うまそうやなって思ってますよ。本当ですか？食べてください。日押しの。大好きなんですよ。じゃこう海苔っていう。しかも山椒。山椒じゃこ海苔。絶対美味しい。もうあれだったら持って帰ってください、これ。ありがとうございます。出雲、あ、島根かなんか出身。あ、そうね、島根出身なんですよ。そう。これは味噌。味噌と海苔なんですけど。あ、じゃあ僕、海苔の方をちょっといただきます。で、出雲大社ってあれ、何でしたっけ、ご利益みたいなって。出雲大社ご縁ですね。あー、縁結びです。ご縁ありました。いや、あれついたかな。でも今はご縁ないです、全くそうなんですよ。本当ですか。そうなんです、マジでないですよ。仕事大好きなんで充実しちゃいますもんね、な、仕事で。そうなんですよ。うまっ、うん、え、めちゃくちゃうまい。山椒のりジャコがなんか、そうですね、砕かれてて。あ、そうなんですよ。でも食感は残ってるみたいな。そう、ちょっとだけ残ってて。うん。これは瓦に落ちてる石ですか。ちょっとサービスで大きいやつ、一個だけ入ってる。うわぁ、ボスが現れたなぁ。でも私より唐揚げが早い。短期決戦で。水分飲むなっていうのを言われてるんですよね、マジで毎回。誰にですか。しのけんくんです。水分はダメですよみたいな感じのこと言われてて今までで最高食べた量、キロってどれぐらいですか。カレー 7.5 キロ体重計で測った時だと、食前食後で、これは本当私のピークの時なんですけど、8.8。うわぁ、すごい。今はでもそんな食べれないですね、多分。あ、ちょっと落ちてる。そうですね、単純にちょっと太った。へぇー。プロ野球選手とかサッカー選手みたいに、大食いにもうピークの年齢あるみたいな。人によって本当に全然違うので、ずっとピークみたいな人もいるし。へぇー。菅原さんとかアンジェラさんとかあの辺はもうずっとピークですね。怖いな。まあ、なんか何分目くらいですか。あの、来た時で、もう7分目やったんで、消化できてないって感じです。すごいですよね。でも、それでこのペースで食べる。唐揚げ全部行きたいな、せめて。唐揚げ何個あったかな ?10 個以上。もっとあったと思うから。唐揚げ食べた。わあ。
って。追い越されました。今お腹どれくらいですか？はち切れそうですよ。なんか、せめて新幹線はちょっとゆっくりしようと思ったら、もうひたすらリンゴをかじってたんで、一人でこうやって。でも新鮮でした。あんまりこの企画するときに、自炊する人いないんですよ。自炊って言っても、例えばしのけんくんやったら、ラーメンのもっと買ってきて、ああ、そうですね。ダーンみたいな。つけ麺とかやってましたもんね。あったんですけど、ちゃんとした自炊って言ったんですかね。こう、なんかこう、ポトフっぽくしたり、久しぶりのああいう自炊をしましたね。今までの動画の中で一番のご褒美企画って何ですか？あ、それこそ最近、ぼっち旅行みたいな行ったんですけど、僕が一番好きな飲食店さんあったんですけど、今回撮らさせてほしいっていう話をして、大将と仲良かったんで、大将とこうちょっと深い話をしつつ、お寿司を食べてっていうのが結構最近やと幸せな撮影でしたね。ああ、いいですね。一人旅行、一人寿司みたいな。いいな、一人旅行。一人旅行とかします？私めちゃくちゃインドアなんですよ。そうですか。そう。ちょっと次、じゃあお味噌行こう。ご飯の友もまだ他にもありますよ。あ、そうなんですか。きっと米が余るだろうって。味噌うま。山椒が好きやから。あ、本当ですか？はい、山椒大好きです。よかった。うん、美味しい。お客さん普段自炊とかしますか？一応してます。おー。結構やっぱジャンキーなもの食べることが多いんで、うん、撮影以外だと結構食材とかこだわってますね。あ、本当ですか？あの、無添加の。おー。とか無農薬のもの。あ、ええー。お菓子は絶対に食わないとか。ああ、なるほど。はい。飲み物も水しか飲まないです。あ、ええー、すご。バランスが必要かなっていうのが。美味しいんですけどね。ああ。飲み物めっちゃ飲んでらっしゃいますもんね、だって。めちゃくちゃ飲んじゃうんすよね。お腹いっぱいになりますよね。でもそうなんですよ。海で遭難したら海水飲むな、みたいな感じですよね。そう、余計に。そうなんですよ。喉乾いちゃう。余計に喉乾く。余計にお腹いっぱいになっちゃうんで。うん、でも、それするようになってから確かに食える量は増えたな、っていうのは。はい。道産パクパクが熱々のなんかラーメンかなんかを何キロ食って、最後なんか意識失いながら食ってたって話で。まあ、あ、来ますね、男の子の大食いの子で、そういう話。意識失うみたいなですか？なんか記憶ないみたいな言ってる、もう私のチャンネルの視聴者さんも、はい。竹明さんのこと知ってる人はもうみんな聞きたいと思うんですけど、はい。作ってほしい手料理って何ですか？あんまり手料理を作ってもらったことがなくて。わあ、そうなんですか？そうなんですよ。普通に外に出かけてお弁当作ってほしい。ああ、なんかお弁当っていろんなこう組み合わせあるじゃないですか。うん、あります、ね、卵焼きとなんかウインナーとみたいな。なんかそれを考えて作ってくれてるっていうことを考えたらなんかすごい愛がみたいな。確かに。お弁当は愛が詰まってます。詰まってるんで。確かに。いいですね、お弁当。一緒に出かけてお弁当作ってほしいっていうのが僕は一番なんか。いいですね。だってみんな。お願いします、ぜひ。この人とこの企画やってほしいとかってあります？え、でもラスカル君とこの企画をやってほしいのがまず。あー、ラスカルさん。はい。とりあえず、マックス鈴木さんは最後と思ってるんですよ、僕の中で。なぁ、何ですか、それは。ちょっと卵白をいっぱいこれに使って卵黄が来たので。さっき言ってた。はい。卵黄漬け。これご飯ですよね。ご飯にトントン。わぁ、うまそう。これ見よがしに棒だった。あ、でも味はほんまに。ほんですか、うん、あ、よかった。竹脇さんの動画見てからこっち見てもらった方がね、いい。あー、流れ的には前編後編みたいな。そうですね。感じかもしれないですね。進む。竹脇さん廃墟とか行くじゃないですか。はい。怖い思いとかしたことあります？あー、それこそ昨日。昨日？ちょうど、心霊の撮影。いい！やったんですけど。はい。
結構あんま僕霊信じてなくて、昨日初めてなんか怪奇現象って言ったんですかね、気持ち悪いなと思ったことがあって、トンネル内にいて、で普通にスマホで自分撮影してたんですけど、ピッて急に消えて、録画が押してもすぐ止まるんですよ。ピッポンピンポンピンポンみたいな、また撮れなくなって、容量がいっぱいとかではなくて、ピンポン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 になって、また撮れんわってなって、データフォルダ見返そうってなったら、まあ6秒ぐらいの動画が1個残ってて、ね、動画やのに静止画で声だけが入ってるみたいなのが撮れて、怖っ、やだやだ好きなんですかそういうの。お化け屋敷とかめっちゃ好きなんですけど、はい、もうそういう目にあっちゃったらいるんじゃないかって思わなきゃいけなくなるのが嫌で行かないっていう。うん、どれぐらいやられてるんでしたっけ。2016年から。あ、じゃあ結構長いですよ。いつからですか。僕10年なんで、うん、2013とかですかね。うん、他の大食いの子がどういう食生活なのかって確かに気になりますね。個性的だなって人いました、今まで。あ、でも一番個性的やったらカニ屋さんですね。おやつに泡盛飲んでましたよ。そうなんですよ。お酒しか飲まなくて、うん、で晩ご飯がもうぶっ飛んでたんで、うん、そうですね。振れ幅がもう、確かに確かに。一番変わってた食生活。うん。カニはめっちゃストイックなイメージありますね。今ありますね。うん。細かいこだわりみたいなのが、うん、見てて気持ちいいなっていう。うん。難しくないですか、上下関係とか年齢とか芸能界とはまた違う YouTube の世界って。いや、めっちゃ難しいです。難しくないですか、絡み方全然わかんない。わかんないですか、毎度わからん。そうなんですよ。ロシア佐藤さんのチャンネルで僕がなんかいつもみたいにじゃみたいな感じやったら、多分美味しく食べてるとこが見たいかなと思うんで、そのモードというか、うん、ああすごい、本当そういうとこそういうとこが素敵だなっていう。芸能の方ともこうお仕事するときあるじゃないですか、うん、ありますね。どこまで行ったらいいんかなと思って、突っ込まれるような人となんか絡んだときにグイグイ行った方がいいかなと思って行ったら一回怒られたことありますけど、ね、いやむずいですよね、本当。いやむずって思って、いやそれあかんねやみたいな。いや難しいっすよね。今日割と真面目に喋ってる感じ。確かに。すごいお腹鳴りましたけど。ついてます。なんか。いけるかもな。頑張ろうかな。ご飯なくなりました。最後ね。ごちそうさまでした。すいませんでした。今日は本当にありがとうございました。こちらありがとうございました。どうでしたか今日の一日のご飯の量は。朝起きて LINE 来た時から、もう終わったと思って、一回携帯閉じて二度寝しました。本当にプライベートから食います。